最初に拓郎さんとジングル作った時のことを思い出すな。拓郎さん何やってんですか。物探してた。ギターケースの中で。今僕は思い出したんですよ。何を？え、番組始まる前にね、あのジングル作ろう、空崎くん。ジングル二人でやろうっつって、ね。何曲か撮ろうよっつって、うんうん。それをずっと4年間使ってましたもんね。はい。ジングルやってみようか。はい。何か言いますか。これ思ったよ。短くしたんですよね、確かにね、はい、それからこれ、うん、ね、それからあ、これやみさん、あ、そ、これあれだね、ピーター・ポーランド・マリの BPM のあれがしましたね。何ですか。クック。クック。C でやってましたね、あれ。いや、G。G でしたっけ。あ、これね。はい。これは何だったの？それだけかな。これはクックか。そうですね。あれは S&G ですね、これは。あ、それはサイマルワンぐらい、はい、そのぐらいでしたっけね、これがジングルだった。そうだ、最初に撮ったの思い出したな、うん、それからこの何ですか、ボイン馬ですか。いやいやいや、違いますよ。あのアルフィーの、ね、あのメリアン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 、それジングルじゃない。ジングルじゃなかったっけ。そうだ、音楽的なことも最初の頃はやろうってな感じでやってたんですけど、うん、やらなかった、ね、いつの間にか陽気な2人になってしまいました。拓郎さんはこの後あれですか。また最終回みたいになったけど。もうなんか気持ちがそっち行ってますね。もうあのアーティストに戻るってことですか。いや、僕もともとアーティストに戻ってたつもりですけども。あれ、週に1回だけ陽気になっちゃうってことですかね。いや、週に1回だけ陽気になるのを、はい、あの少し、ね、あの省いてですね、省いて週に1回だけ真面目に音楽と取り組むっていうか、はい、そのなんていうんですかね、うん、あのもう少し自分の人生をですね、はい、見つめてみるということです。そういうことするの好きなんですよ、昔から、はいはい、若い頃から俺は、はい、見つめることが結構自分で自分一人でこう考えるっていうか、それ意外と時間がかかるって、そういう時間が好きなわけ。あ、そういうことにこうなんか一人が好きさですね。よく知ってんね。一人が好きさだっけ、ええ、あ、そうか。誰もなんだっけ、いらないさだったかな、うん、足を忘れちゃったな。一人が好きさなんとかって言うんだね、はい、あったね、その僕一人だ、うん、一人でいろいろ考えることが好きなんで、はい、考える時間を少し増やしたい。なるほど、ええ、と70に向けて。そうなんだ、あのね、そうですよね、所さんもあと3年で古希ですよ。もうね、あら、こきゃがって。こきゃがったなですよね。こきはできませんけどね。こいてますね。いや、このだけは勘弁してもらえて。勘弁してもらえて。この年のことは。こきで。こ、いや、こきにどうですか。まだこいてらっしゃいます。こき、こき。今でも。今でも。え、そうですね、こいてらっしゃいます。今こいてないです。そうですね。いや、坂崎さん今でも59でこいてらっしゃる。59で、まあ、いやいや、もう私はそのこき抜き、こき抜きで、こきなしですか。はい、こき、こきなし、こきなしですか。あれ長いでこいてらっしゃる。これさんも70じゃ、こきで、え、3年後のこきで一度どうですか。70になってこきで、え、こいて70になってこことを目指すんですか。これから私は何を考えて、どんな人生ですか。一人で考えて、70、まあいろんなことをね、あのいっぱい考えなきゃいけないなと思って、はい、アルバムも今年作って、アルバム作って来年ライブやってとかいろいろあるんですが、うん、あの番組中にもアルバムは2枚出たんですよね。あ、そうか、そうですよね、はい、音楽活動も当然、うん、ライブもやったし、音楽ビシビシやりたいなということと、やっぱりね、ちょっとね、考えたいね、いろいろね。あ、そうです、うんうん、考えるのにこのラジオが邪魔なのかっていうと、はい、大いに邪魔だね。
それは考えようとしたタイミングでまた1週間経っちゃうから考えようと思ってらここへ来ると考える気がなくなっちゃうんだよね。なくなって、でまたしばらくしてさあ考えようかと、ここへ来たらね、この笑っちゃった余韻がね、まあ、3、4日残るわけよ。でほらよくメール送ったじゃない、はい、忘れられないっつって、はい、あの面白い方いろんなことをあれ忘れられないもんよ、なかなか本当に、はい、自分で喋ったことや坂崎が笑わしたことなんかが思い浮かぶが浮かんでくるわけ、家にいるとね、はい、ふっとそうすると田倉さんからメール送るんですよ、本当に僕らはバカですな、本当にね、もうシャワーを浴びてても君のモノマネが頭から離れて思い出しちゃうんだよつい。それがある限りね、あの元に戻れない、考えられない。それでそろそろなんかシラフになって現役に戻ってきたなと思ったら、またこの収録日が来る。だからね、あのこれじゃあいかん、あと3年の時間がね、気がついたら70だったという時に、はい、気がついたらこの番組をやっていたっていうのはこれはまずい。なるほど、この間、あのそうかそうか、そういう感じがした。